緊急で動画を回させていただきます。本日は小次郎さんと珍しく両風呂さんに来ていただいております。両風呂さん東京に戻ってこられたんですね。そうなんです、この4月からよいしょ戻ってきました。これから皆さん両風呂さんをいっぱい見れるよ。頑張ります。ちょっと緊急で今日お二人呼んだんですけど、なんとウィングゼロ&一世アメリカの大会に出場しに行きました。ローズオブザレッド、レッドブルローズオブザフロア2024に参加しに行き、予選を突破しファイナリストになりました。おめでとうございます。拍手か、拍手。これはすごい、これは相当すごいですよ。2オン2バトル、あのちょっとわからない方に説明すると、ローズオブザフロアっていうのは2001年に始まった大会で、2001年と2002年に開催されたんですよね。レッドブルがおそらく初めて B-Boy イベントを開催した大会で、このイベントが生まれたことによってなんかよりブレイクダンスがメジャーに行ったっていう感じなんですよね。2オン2バトルのイベントなんですけど、これ本当わかりやすく言うと世界規模の M1 グランプリってことですね。わかるウィングゼロさんと一世くんが自費で参加しに行って予選から参加し、予選突破できるチームは4チームなんですよね。そう、12チームが招待されてるんですよ。有名な、世界的に有名な B-Boy が。で、残りの4枠をかけて予選が一般参加だったんですけど、もう世界中からすごい B-Boy たちが集まって、見事ウィングゼロさん、一世くん予選突破しました。ありがとうございます。いや、めっちゃ嬉しいですよね。小次郎さん、どう思われますか。クソ、勝ち上がった。じゃあ解説していきましょうか。はい、はい、ということで、あの YouTube にその予選のファイナルバトル、予選のトップ10、トップ8バトルか、うん、トップ8バトルがアップされてたんで、見ました。両方さん見ました。僕は見ましたね。あ、見たんですね。ライブで、ライブで、はい、ライブで見ました。こちらさん見られましたか。見てないですね。あ、じゃあちょうどいいんで、はい、今から解説というか見ていきましょう。ちなみに本日は4月6日土曜日20時11分です、日本時間ので。今1日目が終わって、予選が終わって、ウィングさんたちは勝ち上がった、はい、で本戦までの間の時間でこれ撮ってます、この1日の間で、はい、なので、これいつアップできてるか分かんないですけど、おそらくこの数時間後にアップしますけど、日本時間で4月7日日曜日の朝11時、午前11時ですか、うん、から日本では本戦がライブ配信で見れるんで、まあ、それまでにこの動画をアップして皆さん応援する準備していただくように促します。じゃあ予選のファイナルバトル見ましょうか、2人の。はい、はい、見ましょう。予選のトップ8バトル、これを勝てば本戦に上がれます、うん、ウィングゼロ&一世 VSFE&MIRI です、うん、ミリはミリハウスの、ミリハウスですね。プロエクセルですよね。プロエクセルですね。ちなみに FE さんは去年のアグネーションアニバーサリーで、はい、来ていただいた。ああ、そうだそうだ、はい、ドラゴンと3ラウンドやってもらいましたね、はい。まあ、解説というよりかはリアクションを取っていきましょう、はい、止めてほしい時あったら言ってください。じゃあいきますよ。はい、もう今現時点で FE が先行取ってます。これ FE 出てます。 FE スタートですね。はい、FE スタートです。はい、FE 君、私とためです。38歳。そう、そうなんだ。はい、そうです。すごい人やん。いや、普通にすごい。だって今年の BC1 コリアを取ったのも FE だよ。そうだよね、うん、半端ない。そんな FE さん登場。あれ、ちょっと待って、音がナッシン。あ、ごめんなさい。じゃあいきますよ、バトル、はい、スタート。シグネーチャームーブのセットじゃないですか。後転はエアーからの指差し、はい、まあ、ここで本気出しますよね、もうやっぱベストランドで、ね、ここ勝ち上がれるんでしょ、うん、ここ勝ち上がれる、うんうんうん、最高いい、ナイス、インサイドエルボースピン、ナイス、完璧やね。どうすか、一旦ストップしてもらって、一旦ストップ、はい、まあ、あのバトルが終わった後に、あの一世とウィングからデモンかかってたんですけど、会場がめちゃくちゃ斜めだったらしいです。あ、そうなの。めちゃくちゃ斜めで、そのパワームーブをコントロールするのも難しくて、ウィングに関してはちょっとフットワークのようにこけそうになったっていうことを言っていて、だから今のコントロールをちゃんとしてた FE やばいですね、うん、なんか他にも結構失敗されてる方はいたんですよね、うん、他のバトル見たら、うん、そういうことだったんです。そういうことらしいです。床が斜め、床が斜め、パイちゃんとかいたらやばいですよね、ヘッドスピン。ヘッドスピンとこうやってみんなパワームーブするとどっちかに寄ってくるらしいですよ。そんな悪条件の中のバトル、すごいな。 FE も確かに最初の、うん、なんだっけ、あのシグネチャー、シグネチャーのところ、うん、本当はもっと止まる印象はあるんですけど、ちょっと流れたんですけど、でも斜めってでここまでできるってすごいですね。だからちょっと相手側にすごい寄りすぎてるなって感じしたのは、うんうんうん、踊ってたら
動いちゃうんだ。吸い込まれてくらしいです。坂道な、坂道、うん、坂なんで。うん、でも、まあ、それもあってか分かんないですけど、若干まだその、なんていうか、見てる人たちも盛り上がりきってないような印象はあるので、FE もすごいいいラウンドだったと思うんですけど、100% ではなかったよね。うん、どうも。いいけど、もっと、うん、もっとやばいの知ってる。もっとクソやばいの知ってるからみたいな。じゃあ、これに対して次出てくるのは、いや、怖いな。ウィングゼロさんですから。これ FE にどうかですか？はい。床斜めですからね、この状態。ミリに対してウィングじゃなくて、FE に対してウィングさん。ウィングさん出てきます。レッドブル BC1 コリアサイファーチャンピオンに対してウィングゼロを返すということですからね。戦略かもしれないですよね。やっぱ最後に一世君出すっていう。あ、まあそうですね。普通なんか、FE ミリだったら、一世と FE になっちゃうと思う。確かに。はい、じゃあ行きましょう。はい。ウィングさん登場します。いいですね。はい。おおおおこれのことか。あれ今コケマジアのトップロック中にどうなりました。もうちょもう一回見てください。まあ、このシグネーチャーのなんか滑るやつ。ゲリオ滑りちゃんでしたっけ。ゲリオ滑りちゃん。うん、この後のトップロック。あらららこのシルエットはなんだ。ちょっと酔っ払ったおじさんみたいになってたよ。でそのままなんかコケったのをこうごまかすよ。まあまあまあリカバーはできてる。ちょっと言い方止めていいですか。はい。マジで床やりづらいんでしょうね、多分。でしょうね、うん、本当にやりづらいんでしょうね。こんなこと、こんなの見たことないですよ。ない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 。うん、確かに。だからゲイリーオスベリちゃんもちょっとお気に入ってたもんね。ああ、ね、やりづらかったんですかね。うん、なんかもっとなんかゆっくり、うわーってやってるイメージあったん、ね。ぶん回してるイメージあったけど、うんうん。そう考えたら、その、リカバリーの力すごいかもしれないですね。うん、ふざけてごまかすみたいな。うんうん、じゃもう一回見ましょう。これでこけるってなかなかありえないですからね。うんうん、ちょっとお気に入って、うん、確かに。あ、ひょうきん者でいっちゃえ。いやでも彼だから許されるな。はい。T シャツ。T シャツムーブ。T シャツ。いや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 。俺は好きだけどね。でちょっと空気いい感じになってる。うん。湧いてる湧いてる。うん。うん。ウィングのムーブ、空気良くなってるね、うん、FE が踊ってる時より、うん、キュンパン、うん、はい、一旦ストップしましょうか。一旦ストップ、はい、はい、ウィングさんのムーブでした。なんか、お願いします。なんか、やっぱりあれだね、そのウィングさん、海外のバトル生き生きしてるね。あ、そうですよね。で、やっぱり、あとその、なんか色物というか、T シャツ使ったり、あのズボン使ったりみたいなので、すごい印象が、会場は会場に対してはキャッチですよね。うん、もしかしたら FE さんより反応良かったんですか。反応良かった気がしますね。基本ウイングのいいとこってバトルが上手いことだから、うん、例えばそのスキルを一つ切り取ったら別にそんなでもないかったりするんだけど、うん、そのトータリティ、そのバトルのワンラウンドとして見た時がやっぱまあその最初クラッシュしたのもあははって笑えちゃうようなキャラだったりとか、まあその誰も他がしないような T シャツのムーブとか、うん、それも含めてやっぱバトルだと強いなって思うね。うんうん、ちょっと真面目すぎた。いや、いいんじゃないと思います。まあ、あのその点にか、まあ、さっきのその服ムーブとかに関しては、はい、でもちょっとヒヤッとするのは、はい、まあ、ジャッジにディジーとかがいるので、ああの もっとなんか多彩にいろいろできる人がいるから、それをどう見るのかなと思ったりは。ちなみにこれジャッジはなるみさんとディジーと誰ですか。あと一人います。誰だっけな、なんかいるんです、おられるんですよ、一人男性の方、右端に。フィーバーワンとかじゃないですけど、違いましたっけ。あ、でもそんな感じの方、あ、フィーバーワンかも。オール、オーコかフィーバーワンか。シアトルだからフィーバーワンの可能性高いですよね。高いですよね。あ、なるほど。うん、あのジェノモスキーの師匠ですよね、フィーバーワン、シアトルのロックステディクルー。うん、フィーバーワンの可能性あるんで、まあ結果発表の時に多分顔をすると思うんで、うんうん、そうですね。ウィングゼロさん、まあ確かにディズニーの前で含むムーブかます。まあ、あのさすがだなと思いながら。会場の雰囲気がすごく、うん、会場の雰囲気がすごくいいですね。はい、じゃあここからミリちゃんいきましょう。プロエクセルか。フットワーク外のイメージなんだけどね、うん、普通ね、ミリー VS ミング、うんうん、まあ、実質そうなってるのはここで。まあそうか、まあそりゃそうか、マッチアップはしてるっちゃしてる、うん、なんかこのアクロ、やっぱお気に入ってるよね。あー、うん、やっぱ床が斜めで、うん、怖いんだもんね。ナイス、おーい、20。
い。乗ってない、あの、うん、決めどころの、あのチェアでチャキチャキみたいなフリーズ、うん、とかも止まり浅かったし、なんかその、ま、その前の90のムーブかな、90かなとかも周り浅かったよね、うんうん、なんか乗り切ってる時はそのそれこそ締めのところもしっかり最後フリーズ止まったりもするし、うん、でその後ちょっとね、もうあとワンセットっていうので動き出しちゃって、うん、ちょっと間延びした感もある気はしますね、うん、調子が乗ってないのと、まああとは内容はがっつり詰まってんじゃん、うん、内容だけで言うなら、うん、でもやっぱその内容のクオリティがこの時は低いから、うん、なんかもうちょっと見たいよなって感じする、うんうん、もうちょっと見たかった。一つは床のせいかもしれませんね、まあ、とはいえでもやっぱりあの最初のあれインサイト90かな、うん、やっぱスピードも変わったりとかで、うん、やっぱりその上下も含めて広く使ってますよね、スワークから後ろ足抜きのね、うんうん、ストワーク外らにそういう幅も持ってるのがすごい素晴らしい。じゃあ続いてラストムーブですね、はい、一世くん、僕らの一世くんが、僕らの我らの看板息子、看板息子がいきますよ、看板ドラ息子が、うん、切れてるね、動き切れだね、切れ、うん、ああ、うん、一発、一番強いネタ、おい、わー、音が鳴った、ナイス、おー、素晴らしい、来た、はい、ナイス、ですよね、あのチェア、うん、ナイス、さあ、というバトル、なるほど、なるほど、はい、まあ、ちなみにウィングさんたちが勝ったっていうのは分かる、まあ、結果はしてるね、うん、うん、まあ、一応ジャッジ見てみましょうか、じゃあ、うん、ジャッジのまで、はい、真ん中にディズニー座ってますよね、これディズニー、あ、はい、やっぱこう2-1で、うん、ファウンドレーション、はいはいはい、ギリギリでしたね、じゃあうんうんうん、まあそれも分かる、分かる、うん、分かる、なんか2-1になっても分かる分かる分かる、だって内容だけで言ったら FE もミリもすごかったから、うん、内容、うんうん、まあ、それが乗ってなかっただけで、乗ってたらやっぱ勝ってたかもしれないし、うん、でファウンドに関してはウィングもその会場をロックしてたから良かったし、伊勢もかましてたんだけど、まあ伊勢だったら例えばちょっとショートだったりとか、ちょっとショートだったね、うん、内容しっかりあったけど、うん、でウィングとかだったら、まあ例えばもっと内容を詰めても良かったかもしれない、うん、でも喜ばしいことだけどね、そもそもめちゃくちゃ嬉しいやっぱ伊勢のムーブも確かにショート今見たらショートっちゃショートだけど、うんうん、全体的にすごい勢いあったし、ちょっと間延びしたミリーに対しては結構全然 ね、あのそのパッケージで、うん、そんな全然返せて、ショートにも見えないかなとも思うので、やっぱ主人公味あるね、彼は。勝ちました、勝ちました、勝ちました、やったこんだけダメ出ししといてやったおかしいじゃん、いやめでたい、当初はあのおめでとうっていう動画にしようと思ったんですけど、うん、普通にこう指を指摘しなしましたよね、だって解説動画だから解説しなきゃって思ったいやリアクションでいいって言ったら、そうですね、しっかり指摘しましたんで、え、じゃあおめでとう一回撮ります、一回おめでとうですか、一回おめでとうでしょ、はい、じゃあ一斉ウィングゼロおめでとうファンドレーション本戦、本戦っす、とりあえず明日日曜日、うん、それまでに動画間に合ってるか分かんないですけど間に合わせてください11終点帰れないですね、僕ね。すごいですね、これは。来ましたね。うん、素晴らしい。普通にすごい。マジですごいです、うん。あと他にも日本人では、シゲキックス&イッシンくんっていうね、最近フレーバージャパンがゴリ押ししてる2人が上がったので、日本人が4組中2組埋めてるってすごいですね。すごいですね。他どこ上がりました？プレデターズ。おぉ、アミールですか？アミールディアス。アミールディアス。あとはグラビティとデイトなんとか。ああ、デイタ。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 超楽しみ、はい、ということで急遽解説をしましたけど、もうちょっとすぐアップしたいんで、これあんまり変深いところまで話せなかったんですけど、皆さん明日 YouTube で見れるんですかね、ライブ配信、
いや、レッドブルのホームページに、ローズオブザフロアのページが特設ページがあるんで、そこに飛べば多分ライブ配信が見れるはず。 YouTube は見れないです。それ BC1 って YouTube でも見れるみたいなやつ。分からない確か日本版でテンパチ君とか解説するっぽいですよ。へえ、連絡来たんですよね。あ、結局その BC1 の解説って言ってました。 BC1 じゃないです、ロード・オブ・ザ・フロアです。あ、ローズ・オブ・ザ・フロアの解説って言ってました。解説するんでっていうふうに、ん、ちょっと教えてくださいって、その昔のローズ・オブ・ザ・フロアのことを言ってくれたんで、うん、多分やってると思うっす。なるほど、はい、僕らは僕らでこう撮って解説しました。告知あります？告知ヨーフロー君がマジで東京最近帰ってきたばかなんで。そうですね。これからちょっと社会人と B ボーイ掛け持っているこの方からいろいろ教えていただきたいこともあると思うんで、やっていきましょう。ぜひやりたいです。このローズオブザフロアの下りでその告知をしてもいいですか？ありがとうございます。頑張っていろいろ発信していきたいと思うので、はい、お願いします。小田さん告知あります？8月31日に、ファンドネーションアニバーサリー22周年をやりますんで、みんなぜ開けといてね。ここで発表するんですか？いいの俺初めて聞きました。よくね、ふんわりでもいいと思います。何回も告知するもん絶対これ。じゃあ8月31日ですか？早め、8月31日です。オリンピックが終わった直後ですね。直後です、狙ってます。あーもうここで触っといてはすごいな。毎年ちゃんとファンドで集まって何月何日とかやるのにここで発表しました。いいっすね、早い方がいいもん絶対。それは間違いない。この動画見られるじゃん結構、うん、ローズオブザフロアみんな俺ら世代見るしさ。まあね、うん、そうじゃあでもじゃあウィングさん一世君明日優勝してもらって告知 してもらいたいですね。ローズオブザフロアまたフレーバーちゃんがよろしくだ。ちょっと見たいな。そうね、朝倉未来さんがライジンの試合勝って YouTube の宣伝してたみたいな感じで登録お願いしますみたいな。昔やってたんだね。やばい、ね、感じでみんなポカンとしそうですよね。いけますかね、ウィング君一世君明日。まあ勝つか負けるかはもう本人次第なんですけど、うん、まあ電話してる感じでもう僕らは明日楽しんでかましてきますって言ってました。じゃあハッピーな気持ちですね。よいしょ、楽しみ応援しましょう。皆さんみんなで応援しましょう。はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。